って。はい。はい、乾杯。じゃあ、ビールのために持ってきたわけじゃないんだけど。確かに。他のグラスありましたよね。ありました。あれをあれしたかった。でも、ゆすげばさ、ワインビールじゃない。めっちゃクラフト。うん。ゆすげば。さ、思い出したことを喋ってくれればよかったんで、そんな忘れてか、そんな忘れるんですか、皆さん。あ、けど、その事故の時のやつは、ちょうどなかったの、レナ、LINE。え、スクショあったよ。あった、うん。あった？あった。なんて、全部データ引き継いでるから。あるじゃない。引き継いでなかった。あ、じゃあ。見たい、レナも。え、いや、てか、俺が見たことない、そもそも。だって、マコがいない。グループの。でもなんかその後々もさ、見たことない。え、これすごい。なんか最初、え、すごい熱すぎてさ、あー、カリカリやん。これ絶対さ、横に倒しましょうのやつだよね。あ、セナの顔が熱い。これめっちゃ美味しそう。こんな美味しそうだったの。そう、いちごないなって思って。これでも絶対もうさ、縦では切れないよ。硬いもん、こいつ。硬いね。絶対横だわ、これ。2018年7月12日木曜日、リホ、マコ、兄から21時54分、夜遅くにごめんの。今日はマコ屋根から落ちて集中治療室入って緊急手術のところ、下半身に麻痺が残る可能性もある。マコの友達に知らせたいけど、リホくらいしか連絡取れないから。てか、リホの LINE 知ってたんだって。私ちょっとびっくり。そう、リホがマコの兄ちゃんと LINE 知ってたんだ。とりあえず連絡させてもらった。無事を祈る。え、次あんの？鈴木。もうこれだけ？え、いや、この後ずっと続いてて、7月12日の夜来て、で、結局13日もずっとなんかグループラインわーってやってて。え、深夜にかけて？いや、うん、次の日とか？2018年7月13日あるよ。すごい。え、すごいじゃん。な、知ったの？とりあえず生きてる。あ、そう、覚えてる。へえ。でも歩けないことはまだ言ってないよね、多分その時に。多分ね。あ、でも言ってるよ。下半身不随なうっすね。あ、軽い。あ、覚えてる覚えてる。はい、じゃあもう一度ね。はい、2018年、私がまこちゃんが怪我をした、事故を知った時の状況はどうやって知ったんですかっていうのは、ニーニーからりほちゃんに連絡が行って、知りましたと。知りました。はい。LINE、はい、を。でも、ただその時は歩ける歩けないが分かんなかったから、みんなはどう思いましたか？死んだかと思った。確かに。あ、けどなんか、あれだよね。一部に麻痺は残るかも。え、でもその、麻痺が残るかもっていう前に、そのリホから LINE 来たじゃん。手術してるみたいに来た時に、え、死んだって思って。死んだって思って。で、その時すごい酔ってたから。よかった、同じく。え、セナが泣き崩れたんだっけ？そう、泣きながら電車に乗って帰るって、もう振られた人みたいな、もう終電でも。マジで死んだ、マジで。そうだったんだ。レナちゃんは家にいた。レナちゃんもなんかママ友達と飲んでたんだよ。で、みんな解散して我が家で飲んでて、みんな家帰ってバイバイってなった時にリホから来たんだよね。うん、まさか下半身不随になるとは思わなかった。まあ、マコだし大丈夫だよねみたいな。みんな怪我なんだよね。怪我でしょみたいな。骨折とかそういうレベルだよね。大丈夫だよみたいな感じで思ってた、その時は。うん、で、入院中、だから、庄内病院に来たのは、レナだけだよね。お盆の時だから。そうだね。そうだよね。帰ってきてないよね。うん、レナだけが帰ってきて、会った、会いました。でも、いや、めっちゃ覚えてるわ、レナが。レナが病院に。それまでも、あったの、いろいろ。何？あ、いろいろあったっていうか、なんか心配すぎて、うん、もう山形に帰りたいんだけど、うん、どう思うっていう LINE をしたの覚えてる？あー、聞いた。聞いた？うん。
るけど、覚えてたら。今はそっとしておいた方がいいよって止められたら。うん。そう。でもだってさ、LINE でだからそのほら、次の日にやりとりしたじゃん。ナウスっていう話をさ。だから別にそこが、あ、でもそこでだから知ったのか。下半身。あ、そうそうそう。で、なんだよね、みたいな。そう。マコの、そう、LINE で多分知った。そうだね。その時は？いや、嘘だろ。そんな、皆さんそんな、そんな多分、え、なんか、すぐ治るみたいな。あ、そう、なんか、いや、別になんかもしかしてでしょみたいな。ああ、なるほどね。その一瞬歩けるないっていう話じゃないってことだよね。なんかもう、その時に、その、ほぼ確定とかじゃないから、いや、もうなんか別に大丈夫、大丈夫。一瞬でしょ。軽く言ってるしね。そう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 。だし、なんか、いや、マコだし、なんか、大丈夫じゃないみたいな。うん。そんな感じだったと思う。音信不通にならなかった。なんか、連絡しなかったよね、マコ。連絡しなくて、それで心配になりすぎて、用事もない。早く帰ってる。早く帰ったの。なんか喋る用事もないしだって。だって別に毎日皆さんと LINE してたわけでもないで、普段からね。まあね。必要事項だけを LINE してたから、だからまあ言ったからいいかな、みたいな感じで。でも、メイコ言ったのが、カズチータです。カズチー食べよう。これカズチー？カズチー食べる。メイコ言ったのが、だからその、来てもいいけどって言ったんだよ。初め来ないでくださいって。ああ、そう、そんな感じだった。やってて。イカの匂いじゃない？けど、カツノコでしょ、これ。うん。ああ、うまかった。あ、うまい。うまい。カツノコにチーズだわ、これは。これ絶対さ、うまっ！絶対さ、ホタチもうまいよ。うまい。エビチーも赤ね。めっちゃ数の子なんだね、思ってる。ピチピチしてる。うん。違う、私しよ、ずれてる。違うもんね。うまい。え、で、なんだっけ。あ、そう、でも今だから多分インスタにご報告をして、結構早めにご報告をしたんだよ、確か。で、うん、もう、8月までは、おいが面会を禁止にしてたの。うん。めんどくさくて。なんか、具合も悪かったんでしょ。まあ具合も1週間くらい具合悪かったけど、でもそれ以外にもなんか、あ、絶対うるせえなって思って何がよ。みんな、みんななんか、ふぅーって大丈夫です。なんか絶対うるせえなって思ったから、ちょっと一回8月までは一回やめておこう。でも8月みんなもう帰ってくる人多い、ね、なんか休みになる人も多い。で、8月になって、だから、おいも暇、なんか体調も戻ったから、暇だなって思って、解禁しようかなって、お見合い解禁しようかなっていうのを含めて、インスタさん上げない、確か。え、来てもいいよ、みたいな。でも来てもいいけど、殴るやつはこねでくれ、みたいな。で、ケーキとか買ってくるやつもこねでくれ、とか。うん、牡蠣持ってこいって書いてあったの。そう、牡蠣と水とか、そういうのがいいっていう話をして、水持っていったらそう、っていうのをやった。ああ、俺も記憶にある。で、リュータ一人で来たんけど、あの時一級生がしなくて。違う、あ、そう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 、ね、爪のネイルを取ってくれっていう。あ、そう、で、ミーを持ってきてくれたんだよね。ジェルネイルを取ってくれって言われて、うん、行ったんだよ、道具持って。そう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 。そう、嬉しかった。マジでさ、もう会えないかと思ったの、本当に。音信不通みたいになりさ。一生会えないと思った。一生会えないと思った、なんか。なんで一生会えないの。そう、そう、でもレナちゃんが来た時にさ、でも絶対泣くなよって言ったか言わないか忘れたけど、まあ来てもいいけど、泣くのダメだぞって帰った気がする。言ったっけ？なんか言った気がする。でも、カーテン上げた瞬間に、キュンキュンって言ったから、いや、マジで、もう来んなよって言って、泣くのも来んなよって言って、ってちゃんと耐えた、ちゃんと耐えた。安心して、マコの顔見て。ちゃんと耐えたけど。なんで泣いてんだよ。いや、泣くやつ来んなよって言ったらって言ったらさ。
さんはさ、皆さんと会ったのは多分くくりはの時だよね、うん、他の人たちそうだね、みんなで行ったね。別に皆さん泣くことなく普通だよね、うん、みんなもう、なんかいつも通りだったね、うん、T シャツ着てたマコリン T シャツ着てた、マコリン T シャツ着ていこうって言って、うん、そうなんですよ、楽しくワイワイしたね、なんか水買ってきてほしいって言うからさ、なんか水ないの、病院に水売ってないのかなって思って駅で買ったの、駅のコンビニで 5本くらいでさ、コンビニの袋にさ、あんな水いっぱい入れたらその指ちっ切れそうになってピッピンになってさ、はぁ、しかも病院めっちゃ遠いとか思って歩きながら来たらもう1階にコンビニ入っててさ、コンビニあんじゃんと思って、うん、なんで私駅からこんな、なんか2リットルくらい水買って指ちぎれそうファミマのね、そう、ファミマの水を指ちぎれそうになって持って行ったね、うん、でもなんかでもマコが普通だったからそんな。でもさ、うん、ね、セナと会った時はもう俺は車椅子なわけじゃん、うん、移動がね。でもレナと会った時はまだベッドなわけよ、うん、ベッドだったね、全然ベッドだった。そうだからおいのさ、あ、まあ、他の人たちが来た時もそうだけど、庄内病院にいる時はねベッドだから分かんないわけよ、要はその実感がないというか、あ、ただ出れる人さ、挨拶来ただけみたいな感じでさ、なるわけ、入院してる人にいいみたいな。そう、でも車椅子さ、うん、乗ってるってなるとまた違うじゃん、若干ね、うん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 、そこはでも別に、まあ、レナが一番そうだよね、だってそのビフォーアフターを見てるわけだからさ、あの後だから別に何でもないってことだよね。何でもない、何もない何も思わない何も思わなかったってことだよね。だから別にそんな、なんか、ああ、あんだが見えない。いや、でもなんか、車椅子乗ったんだ、行って、車椅子乗ってこう登場するじゃん、マコが。うんうん、おー、みんなよく来たのみたいな。うんうんうん、の時に、確かになんかこう、車椅子に乗ってるマコだけど、うん、なんか今後ずっと車椅子に乗ってるマコっていうよりかは、たまたまなんかこう、入院してて、今車椅子に乗ってるだけの人っていう感じ。まあそうだよね。そう、そうだから、なんか別になんか見て、はぁーってもなんなかったし、うん、お、元気そうじゃんみたいな。そう。よかったじゃんっていう感じだった。うん、その日の帰り、もうみんなで電車で帰ったじゃん。うん、その時にミクが、なんかさ、セナさ、マコ車椅子乗ってんの初めて見たのになんであんな普通に接してるの、そうなの、ミクはもう泣きそうだったらしくて、で、なんであんなに普通のままなのっては言ってた。そうなんだね。あのね、普段ね、車椅子になってからね、皆あるこういろんな人から、全員じゃないけど言われるのが、車椅子になったら友達がいなくなっちゃうんですっていう人がいるの。なんか友達が離れていっちゃってって、今まで遊んでた友達とかだと遊べなくなりましたっていう人がいるんだけど、ジモグちゃんが車椅子生活になりますってなったけど、なんかどう思う、なんかね一緒の話になっちゃうけどなんかめんどくせえなとか、なんかそういうこと思いませんでしたかご存知の通り何も変わらない何も変わらないですね。なんかまあ、例えばじゃあ、ご飯屋さん行きますとか。あ、そう。え、ご飯屋さん行きますってな。車椅子だけだと行けるとこも限られてきたりとか、まあ、飯もそうだし、観光もそうだし、まあ、行けるところであったり、こう、手伝わなきゃいけないところがあったりすると、まあ、絶対無理なところもあるじゃん。女子だけとかさ、2階の階段めっちゃあるとかさ。うんうんうん、で、そこには行けない、じゃあ諦めようか違う店行こうかっていうと、なんか他の子でねってなった子もいるんだって。口には言わなかったけど、あ、行けないんかみたいな、なんかその残念感をすごい表面に出されちゃった子とか、うん、っていう子もいてて、なんかそうなるともうこっちからも誘いにくくなっちゃうし、うん、私と行かない方が、僕と行かない方がいいんじゃないっていうので、誘わなくなったら、多分自然と多分だから友達もさ、あれ誘ってくれないな、みたいな、うん。なんか必要とされてないんかなって思って離れるからっていうのもあると思うんだけど、なんかそれ、その、じゃあ行けないな、限られてくるなっていう時に、ああ、ちょっとこいつとはめんどくせえなって思わないのかどうなのかっていう話。思ってはない思うわけがない。
そう、例えばその2階で階段しかなくってとか、うん、地下のお店で階段しかなくってってなって、うん、でも物理的にも絶対行けないお店とか、うん、まあ、観光地とかあると思うけど、うん、で、まことは、なんだ、ま、なんだ、言い方悪いと思うけど、まこじゃなくて別の人と別の機会に行けばいいじゃんと思う。じゃあその時に、じゃあまこと、じゃあこの日飲みに行こうって言った時に、うん、じゃあ絶対その日にそのお店に絶対行かないといけないのってなるじゃん。別にそこじゃなくてもいいし、うん、別の店でも、じゃあ焼肉行けなかった、じゃあ別の焼肉行こうって、うん、別の店でいいじゃんって思う。じゃあその行けなく、もう物理的に行けなかったとこは、じゃあ別のと、別のそのまことかじゃない、別のつながりの友達とかと飲み行く時とかに、じゃあそこ行こうよって言って、別に、どうしても行きたかったらその別で行けばいいし。うん、だから、おいもさ、セナとフラリュック、あの、この前、山口行った時も、おいは階段がいっぱいあって、うん、あの、神社のところ行けませんよって、うんうん、フリーのところ行けませんよってなって、山口、どうぞどうぞ、あ、どうぞどうぞって言ったじゃん、おいは。行ってきて。一人でどうぞって一人で行く。そうそう、あれは別にでもさ、まあ、もう一回行ったからっていうのもあったけど、別に全然そこまで大きな興味はなかったから、うん、まあ、どうぞどうぞ行ってきてくださいっていう感じだった。うん、だから別に放置されても別になんとも思わないし、うん、まあ、見に来れただけで、まあ、良かったですって俺は思ったから、俺、うん、は別に行けないところを無理していこうと思わないし、うん、まあ、どうぞどうぞどうぞっていう感じで、他を行けるところを楽しめればいいかなって思ってるから、うんうん、そう、まあ、でも思うよ。なんかここ行き、まあ、旅行の時が一番思うよね。ここ行きたかったのにここ行けないっていうのが、なんかあれだなっていうのは思うけど、まあ、だから一人でも平気な人をチョイスしがちってのはある。なんか、あの、その先をさ、だからどうぞどうぞした時に、一人でも行ける人と行けない人がいるわけじゃん。タイプ的に。だから、一人で行けるタイプのセナちゃんの方が、どうぞどうぞしても、一人でお前は楽しんでこれるでしょっていう感じで、チョイスする場合も結構ある。うん、楽しそうだと思うんですよね、一人で。あ、でもちゃんと一人で行って、先っちょの方行って、あの、ビデオ通話をつないで。そうそうそう。だから一人で行けないよっていう人と一緒に行くと、なんかちょっと申し訳ないなっていう感はあるけどね。そうだから。うん、別に、そんな。まあそうだよね。うん。うん、そうだから、俺はなんか友達が離れるっていう感覚がよくわかんないんだよね。うん、それはもうその人に私は原因があるんじゃないかなって若干思うけど、当人にね。まこが、いや、その、いや、なんか私車椅子だからちょっともう無理かもしれない、あ、その店は行けないかもしれないって、すごいマイナスなことをすぐ全然言ってこないから、うん、まあ、今まで通り、うん、でもずっと付き合えるんだなっていうのは、うん、それがなんかこう、うん、そういうことすごい毎回さ、今度さ東京来た時さ、どこどこの店行こうよって言った時に、うん、でもそこなんとかじゃん、私無理じゃん、うん、なんとかじゃん、私無理じゃんっていう、すごいマイナスなことをずっと言われ続けたら、まあ、誘わなくはなると思う、うんうん、そりゃそうだと思うよ、うん、俺が逆だったらそうだと思う、うん、結局、うん、無理無理とか、うん、やだやだって言われたら、あ、そうですか、うん、じゃあ、あっちが、あっちから壁作られちゃうと思う、思っちゃうもんね、うんうん、それで勝手に私は離れる人は別にそこまでの人なのかなって俺は個人的に思う、うん、うんうん、そうだね、なんかそのなかったね、うん、ないね、なんでなかったんだろうね、なんで逆に誘い続けてたんだろうなんか、確かになんかこことこことこことここだったらどこがいいっていつも誘ってた気がする、うんうんうん、その入院中とかね、そう、毎週毎週だって肉をさ食いにさ新宿三丁目に、そうだね、行ったねじゃあ、はい、うんちおしっこを漏らすって思った時にどう思いましたか